物事って続けていくとやっぱり飽きてきますよね。やっぱりそうなると長く続かないわけです。ですので僕としての提案はやっぱり、まあたまにはちょっとなんかちょっと変化を取り入れてみるのがいいかなって思うわけですよ。例えば僕だって今日はこうやって場所をいつもと別の場所でお送りしてます。ないですよ、いつも同じじゃちょっと飽きますからね。 それにまあ例えばランニングもそうですけど、ランニングにしろドライブにしろいつもと同じコースだったらやっぱりなんかあれってなんか飽きちゃうというか、そういうふうになんかつまんないって思っちゃいますよね。ですから、あと何でしょうかね、やっぱりコースをたまには変えてみるのもいいかもしれません。それが長く続けるこう秘訣かなって思います。あとはやっぱり何でしょうかね、なんか変わる、やっぱりゲームを普通にありますよね、テーブルゲームとか。そこでいつもなら勝ち負けですけど、そこでなんか別の条件を取り入れてみるのもありなんじゃないかなって思います。そうすればなんかいつもとなんかなんていうか、そう違う面白い楽しみ方ができるかもしれません。以上です。